チャリース。いや、久しぶりというか、なんていうか、久しぶりではないわね、別に。前回に引き続き暇やな。暇やな。なんで棒読みやねん。すまん。もう雨やし、やることないし、暇やし、仕事してへんし。もうどこ行こうかな、思ってね。っていうよりもね、僕は歯医者なんですよね、5時から、夕方からね。やっと歯医者のおっさん、連絡取れて、おっさん言うな、怒られんぞ。すまん。やっとね、歯医者連絡ついて、今日夕方行くわけなんですけど、歯医者が終わったら次、明日明後日ぐらいまた散髪やな。散髪つながるな。伸びちゃってさ、横が。一回刈り上げるとね、もうこれちょっとでも伸びるともう鬱陶しいんですよ。それでね、今のこのコロナのこの時代、自粛ね、どう乗り切ろうか、まあ、自粛を乗り切るっていうわけじゃないんですけど、コロナでね、どう乗り切るか、もう僕考えたんですよ。あのね、コロナで対策として、まず免疫力アップ、もう殺菌作用のあるものをね、そういうものを考えた時に、ニンニクと蜂蜜、ほんでね、ニンニクをね、蜂蜜漬けにして、ちょっとそれをね、薬みたいにして食べよう思って。で、まあ、さっきね、スーパーで僕ニンニク買ったのはいいんですけど、蜂蜜がなかったんですよ。で、今からまた蜂蜜買いに行くんですけどね。すまんな、行ってきます。買ってきましたよ、ケース。あ、違う、蜂蜜買ってきましたよ。天然のね、ええやつ。よっしゃ、これでちょっと俺この蜂蜜ニンニクつけて食うてね。というのはね、いつもね、モトブログしてバイク乗ってアホなことばっかりやってましたろ。せやからちょっとね、たまにはさ、こうやってコロナにね、皆さんのね、ちょっと健康を考えて免疫力をアップさしてもらってね。何を言うとんの俺。神やないかよ。ね、やったらみんないいんちゃうかな思ってね、言うとこう思って、絶対ええやろと思ってね。僕はいいと思うんですよ。いっぺんやってみてください。僕もしますんでね。ニンニクを蜂蜜の中に1週間ぐらいつけて、で食べれるらしいんですよ。でやってみよう思って、いや、コロナ対策になるんちゃうかなと思うんですよ、僕はね。知らんけど。僕みたいにお家時間をね、まったり楽しんではる人も多いと思うんですよ。みんな何してんのかな思って、本読んでんのかな。それとも YouTube 見てんの。 YouTube 見ましょう。まあ僕のあのスンガチャンネルは見過ぎに注意せんとダメなんですけど、 YouTube でもね、今ね、いろいろね、すごいのいっぱいありますからね。もうね、テレビね、もうほとんど見なくなりましたね、僕。雨の中頑張ってんね。なあ、このユンケルの箱素直に入れへんな。なんでこれプラスチック、これいんのかこれ。
まあすまへん。いやでもね、こうやってね、自粛でみんなねストレス溜まってね、カリカリしちゃいませんかってことを僕は言いたいわけですよね。僕はカリカリしてるこのね、これを言うためにカリカリしてただけなんでね、今穏やかに過ごしましょうねということなんですよもうね、緊急事態宣言出てからというものは夜8時回ったらめっちゃ寂しいね、思ってね、ほんまちょっと雰囲気がね、あんまり人が歩いてないっていうか、なんていうかね、まあ歩いてるんですけどね、電車が来た時だけ電車が来た時だけやっぱりね、みんな帰宅するんでね、わーっと人が歩くんですけど、まっすぐみんないそいそと帰ってますね。最近だから夜ね、お酒飲んで気分になって酔っ払いの人とか週末とかね、よく言ってたんですけど、そういうのも見なくなりましたよね。いいことか悪いことか分かりませんけど、まあ早くね、僕は思うんですけど、コロナね、ちょっとでもコロナ騒動が収まって、またいろんなイベントが行われてね、夏ね、もうバッとビーチでさ、みんな水着のお姉ちゃんとか、やらしいこと言うな。いや、そういうのは思ってないんですけどね、そういうのは思ってないんですけど、ちょっとぐらいそういうのはええかなと思うんですけど、いや、みんなそう思ってるはずやろ、そんなもんいやいや、まあまあそれはさておき、ジョイントとかそういうね、あるじゃないですか、オフラインとかね、こうバイクのイベント、あれが中止になるとね、僕は悲しいんですよね。そういうの行きたいんですよ。さあ早速家に帰ってこの蜂蜜ニンニク作ってね、1週間後から食べ続けて、めちゃめちゃ元気になんねやろな、俺も走りまくんねやろな、その辺自粛中の間緊急事態宣言の間俺これを食い続けて、お前走りまんねん、そこから中や俺は、よらよらなんでやねん。いや、それぐらい元気になるっていうことですよ、ほんまにやっとったアホやから俺ね、それぐらい元気になるっていうことなんですよ。皆さんもね、いっぺん試してみてくださいよ、これね。なんかの情報でね、僕ね、人から聞いたっていうか、YouTube で見たんやったかな、なんかじゃないですけど、その、聞いたんでね、あ、これええなと思って、いや、コロナにもええんちゃうかなと思ってね、ほんでみんなにちょっと言うとこう思って、ほんで今、カメラ回してるわけですよ。とまあそんなこんなでまた会おう。